感染が判明したのは27人で、前の週の同じ曜日より4人減っています。亡くなった人やクラスターの発表はありません。保健所別では、高知市が10人、須崎が5人、中央・東・旗が3人などとなっています。感染者の累計は16万9780人となりました。 医療機関には11人が入院していて、重症はゼロ、中等症は4人減って1人です。四国の感染者は愛媛が117人、香川が99人、徳島が44人です。